こんにちは、このテーマの監修をしている吉江直子です。よろしくお願いいたします。今日は、国のプロジェクトムーンショットプロジェクトの中で成分解析プロジェクトの研究の、リーダーを務めていらっしゃる伊藤光三先生にも来ていただきました。伊藤です。よろしくお願いします。まず最初に伊藤先生、このプロジェクトを、ご説明いただけますでしょうか。分かりました。このプロジェクトはムーンショットプロジェクトという国の大きなプロジェクトになっています。でムーンショットプロジェクトには、8つの領域があって、そのうちの領域4というのが私が担当しているプロジェクトになっています。でその領域4というのはCO2 を減らすと、もう一つは海をきれいにするというのがテーマになっています。でその中で私が担当しているのは、海洋に流れているプラスチック、それを分解性にすると、そういうプロジェクトを担当していまして、まさにこれ海をきれいにする SDGs にも載ってますけれども、それを実現するというのが私が担当しているプロジェクトになっています。分解性のプラスチックにもいろいろな種類があると思うんですけど、先生はどういうところを目指されているんでしょうか。そうですね、分解性のプラスチック、いくつかもう世の中に出ているものがあるんですけれども、やっぱり分解性があるとですね、やっぱり弱い脆いっていう、そういう欠点もあるわけですね。やっぱり強靭性と分解性っていうのはなかなか両立しないと。でその中で私の、今考えているプロジェクトというのは、これ実は吉江先生とにも副 PM として一緒にですね、副リーダーとして一緒に参加していただいているんですけども、そういう大学の先生方とあと企業が集まって、それでマルチロックっていう新しい考え方をですね、プラスチック入れようと考えています。でそれをすることによって、これ二重鍵と同じなんですけども、二重鍵って一つの鍵だと開かないですよね。で二つの鍵が入った時に開くようになっていると。でそうすれば、例えば普段使っている時には一つの鍵しか刺さらないようになるので、全然開かないと、だから壊れないと。だけど毎日海に入っちゃって、間違って海に入っちゃったりした時には、その2つの鍵がちゃんと入ってですね、すぐに壊れてくれると。でそういうプラスチックは今のところ世の中にないんですけども、そういうのを新しく作り出そうというふうに考えています。とっても大事な技術になりますよね。ありがとうございます。やはり何といっても、もう分解性っていうのは、ちゃんときれいに最終的には二酸化炭素と水にまで行ってくれるっていうようなところが大事ですよね。そうですね、分解してなんかこう壊れるように見えても、単に小さくなるだけで、そのままなってしまうとやっぱり環境を汚してしまいます。ですから最後にやっぱりちゃんと二酸化炭素と水になって、しかもそれがちゃんと安全に分解すると、それもとても重要な観点になっていると思います。やはりマイクロプラスチックを出さないっていうところですね。そうですね、だから見た目に壊れるだけじゃなくって、最後完全にCO2 と水に還元して、もう一回植物に取り込まれてですね、でその植物を使って、プラスチックを作ることができれば、ちゃんと循環、資源循環になりますので、非常に安全で、しかも地球環境にとってもCO2 を出さないという点で、理想的なプラスチックが実現できるんじゃないかなというふうに考えています。先生のプロジェクトでは、そういうようなプラスチックを、こう石油に依存せずに作るっていうところも力を入れてらっしゃるっていうふうに認識しているんですけど。そうですね、領域4自身がやっぱり CO2 を減らすってことも重要な目的になっていますので、我々のプロジェクトの中では原料もですね、バイオマス、植物とか、しかも食べられないバイオマスから作ろうと思ってまして、サトウキビの搾りかすとかですね、それからあと実際にその微生物を使ってものを生産されたようなそのプラスチックとかですね、ポリマーとかですね、そういうのを使って、実現できないかと思ってます。ただやっぱりそういう植物由来のプラスチックというのはなかなかやっぱり強靭性に乏しいところがありますので、そこをどうやってこう強いポリマーにしていくかというところが、やっぱり研究開発で一番大変かなと思ってます。そういうお話をしているときっと見ている方たちも後ろの方の車が気になっているんじゃないかなと思うんですけれど、この車についてご説明いただいても良いですか。はい、実は私ムーンショットのプロジェクトをやる前にですね、5年間インパクトというまた国の大きなプロジェクトをやってました。そのインパクトの中ではタフなポリマーを作ると。でポリマーってもともと金属とかセラミック、金属なんか比べるとですね、特に脆いっていう点があるし、やっぱりこう長く使えない、耐久性に乏しいっていう点が問題だったと思うんですね。それをそのまたその時もいろんな大学の先生とか日本国全国の先生とか企業の方に加わっていただいて、非常に丈夫なポリマー、壊れにくいポリマーをですね、
作ることができました、うんうん、でそういう新しいポリマーを組み合わせ作ったあの、車というのがこの後ろにある、うんうん、あの iTOP という名前なんですね、うんうんうん、iTOP というのは、アイアントゥポリマー、うん、要するに鉄をポリマーに変えていくというですねそういうことをすることによって重さを軽くして、それであの燃費を良くして地球環境にとっても CO2 をなるべく出さないようにしようと、うんうんいうことをあの意図して作った車ということになっています、はい、吉江先生これがあの先ほどご紹介したアイトップです、はい重さがですねだいたい普通の車の半分ぐらいになっていて、それであの普通の車はだいたい市販されている車ってプラスチック率は 10% ぐらいです重さで、ところがこれはだいたいプラスチック率が 40% で体積だと8割か9割ぐらいプラスチックなんですね。そういう意味ではほとんどの部品がですねプラスチックでできています、まあ、それでいながら150キロのスピードで走れるという非常に強靭なポリマーになったあの車になっています。でこれが車の内部のところなんですけれども、こういうあのシートもですねあのカーボン繊維を中心に作れてますので非常に薄いんですけども丈夫になってます。またあのハンドルもですね、まああの普通はこう丸いハンドルなんですが、これこうジョイスティック型になっていてですねちょっと未来志向を考えたハンドルになってます。またあのコントローラーもタブレットになってまして、これ実は取り外しもできるんですね。なので外から制御したりもできます。外から制御するんですね、でこの車体の部分が一番大事でして、これ実はあのカーボン繊維なんですね、金属じゃないんです。であのこの大きさがですねあの100キロぐらいのモノコックっていうカーボン繊維でカーボンプラスチックできていまして、で大人2人で持ててしまうんですね。あれはすごいですね、でしかもそれがすごく丈夫で、多分車用としては世界一のモノコックなんじゃないかなというふうに言われています。であとこれが後ろなんですけれども、この部分もですね実はこれガラスじゃなくてプラスチックなんです、でこれはあの非常に丈夫なプラスチックになっていて、あの鉄球を落としてもですね割れないんです。だからそういう意味ではあの車全体が新しいそういうプラスチックでできている、まあ、コンセプトカーということになっています。あ、これはあの車で使われている部品を次に紹介します。これはあのこの iTOP 用のタイヤなんですけども、これ特別製になっているんですね。であのここをご覧いただければあの分かるかと思うんですが、これは普通のタイヤの厚みです。それに対してこちらのタイヤはですねこれぐらい約半分になっているんですね。ここの黒いところがちょうど半分ぐらいになっているというところですね。そうですね、なので普通この薄いとですねすぐ破れてしまうんですけども、ところがこの薄いのにもかかわらずかえって丈夫なんです。で摩耗がですねタイヤってすり減ると思うんですが、摩耗が普通のタイヤに比べて 60% 少ないんですね。だからあの耐久性がすごくあって長持ちする、薄いんだけども長持ちする、しかも軽いというところが特徴になっています。ちょっとこれ持っていただけますかね、普通のタイヤに比べると約半分のですね重さになっています。本当に私でも簡単に持てますね。でこのホイールも、これも CFRP っていうカーボンでできてるんですね。まあ非常に丈夫な、普通の作るとですねこのなかなか割れてしまうんですけども、これ割れないので、まあこういうところに使えるということになってます。他にもあの普通のタイヤにあるバネの部分もですねあのカーボンで作っていて、こう非常に軽いんですね。ちょっとお持ちいただけますか。本当に軽いですねこれ。鉄だったらすごく重いですもんね。そうですね、なのでこういう部品をですねなるべくプラスチックにしてや、作った結果、普通の車の約半分の重さになっていると、しかもあの丈夫だと、そういうところが特徴になっています。はい、先生今日は本当にありがとうございます。こういう私も長年プラスチックの研究してますけど、やっぱこういう成果を見せていただくととっても感動します。はい、ですけどこの車は非常にそういう意味では強靭なんですけども、実はですね全部石油から作ってるんですね。やっぱそういう意味では地球の環境にとっては軽量化って点ではものすごくいいんですが、やはりその材料をですね最後燃やしてしまうとか、そういう意味で CO2 を出してしまうと。なのでそうじゃなくって、こういう車の材料もですね全部植物から作って、例えばそのタイヤの削れたものもですねちゃんと海に入った場合には分解する、でそういうのができると素晴らしいなと思って、今回ムーンショットプロジェクトを、先生と一緒なんですけども、始めることになりました。でもあれですよね、こうやはりこういうところで作って
作ってきたタフ化っていう技術を生分解性のプラスチックの中に入れ込んでいくっていうのが一つ大事なコンセプトです、ね、そうですね。先ほども申し上げましたようにやっぱり分解するポリマーってやっぱり弱いので、その強靭な性とそれから分解性、これ両立するかってところがどうやってやるかってところが一番重要になっています、うんうん、その時にその強靭性で我々が今までやってきたそのノウハウとか知識、うんうんうん、それを今回の生分解性のプラスチックに生かすことによって分解はするんだけども強靭だと、うんうん、そういうのを作りたいというふうに考えています、うんうん、はい、ぜひ実現したいですよね。 ありがとうございます、はい、こういうプロジェクトはどういうような方が参画されているんですか？はい、そうですね、もちろんあの企業の研究者とかあと日本の大学の先生もいるんですけども、実は学生さんがですね、うんうん、新しいアイデアをたくさん出してくださってまして、例えば私のプロジェクトで若手の研究会っていうのを、うん、よくやりました、うんうん、そういう時はもう企業さんのとかですね、それから大学の若手の人がもう夜通しディスカッションしてですね、うんうん、その中から出てきたアイデアっていうのが実はそのブレイクスルーにつながって、うんうんうん、今度実現することができたんですね、うんうん、そういう意味ではまだポリマーそれから科学の分野ってまだ分からないことがいっぱいあるし、うんうん、からやっぱり社会的にそういうのが世の中が変わってきて、昔は丈夫なものを作ってればいいということだったんですが、最近やっぱりそれがその地球環境にとっていいものを作らなきゃいけない、うんうん、CO2 を削減しなきゃいけないというのがもう全世界的な課題になってますので、うんうん、そうなった時にやっぱ新しい発想とかですね、うんうん、アイデアと、うんうん、そういうのはものすごく重要になっています、うんうん、そういう意味ではその若い人の発想はですねとても貴重になってますので、うんうん、ぜひ若い皆さんにはですねこの分野に参画していただいて、新しい世の中にないものを作っていただきたいなというふうに思っています。はい、そういう意味ではこれを見ていただいている高校生の皆さんにもこういう分野興味持っていただけたら、ぜひ研究者として参加していただき、将来参加していただけると大変嬉しいです。今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。